日常演技の食うたにようこそ。さて本日の曲はこちら、ではごゆっくりお楽しみください。こちらミスタードーナツとイオンつじり抹茶コラボ第2弾を食べたいと思います。今回はこちらのふわもち宇治抹茶というドーナツが3種類できますね。これが目玉みたいですね。あとポンデリングとパイの種類もできます。あ、ポンデリングはあと2種類あるんですけど、それらは以前販売されたものの再販のようです。その時に食べてますので、そちらを参考にしてくださいね。概要欄にリンクを貼っておきます。で、なんかあとキラキラホワイトっていうのもあったので、それも買ってみました。それでは食べようと思ったんですけど、その前に今回はさらに少し前に発売されたタピココス3種類とアイスジャスミンティーも注文しましたので、そちらも来ましたね。もうちょっと早く来てくれれば、いや、それは高望みか。はい、気を取り直して、それではチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのふわもち抹茶ドーナツからいただきます。わ、本当にふんわりとした冷まった感じですね。ではいただきます。今回のコラボはもちもち食感を楽しむコラボですね。で、中にお餅が入ってるとさらにそれが美味しくなっていいなと思ってたら、さっくりとか来たり、あと飲み物ももちもちで、これもまたいい。あ、飲み物の方はコリコリもあるなぁ。で、本当に美味しいなぁ。また来年も会えるといいなぁなんて思いながら、はい、ごちそうさまでした。まず3種類のふわもちドーナツについてなんですが、生地がふんわりとした食感の中にほんのり弾力がある、これは共通しています。で、3種類食べ比べてみたんですが、で、黒蜜が一番シンプルでその食感を楽しめる。で、餅が入るとさらにそこに別の弾力が入ってきて、それがやっぱり良かったですね。あ、さらに小豆まで入って甘さもプラスされて美味しかったです。基本的にはあれちょっとどれか忘れたけど、最初に食べて餅が入っている、おそらく小豆餅だと思うんですけど、それが一番美味しかったので、それを代表としてこちらのテイストとしてみます。で、あとポンデリングとパイ、これらもお餅は入っていて、ポンデリングの方は前日の小豆餅と同じく小豆とお餅がポンデリングの弾力とはまた違った食感と味わいを出していて美味しかったです。やっぱりエースとエースが合体してより強い力になっている、そんな感じがしました。パイの方はちょっとお餅入りで食感は良かったんですけど、抹茶感がチョコレートの部分しかなくてそこが弱かったのは残念ですね。なのでポンデリングの後に食べてしまったら、ちょっと足りないかなっていう部分があったのは残念。というわけでポンデリングの方を代表としてこちらのテストですね。あとホワイト、キラキラホワイトはキラキラの部分もあまり感じなかったので、普通に美味しいホワイトチョコといった感じでしたね。で、あとジャスミンティーと飲み物、このタピココドリンク、もう一つあるんですけどちょっと出せない、もう一つあるんですけど、はい、これジャスミンティーはあっさりとした味わいで、すっきりとした味と味が、ね、美味しかったです。甘いドーナツに甘くないジャスミンティーというのも悪くないですね。で、こちらうち2つは自分が苦手な炭酸ソーダフレーバーなんですが、なんかミスドだと挑戦したくなるんですよね。で、タピオカは従来よりプリプリなんですけど、またでここはコリコリしていて、また食感の違いがあって美味しかったですね。でもやっぱりこのカルピスライチが一番美味しかったですね。カルピスがさっぱりとした酸味とが合っていました。これもドーナツに合わせるには、ちょっと甘い気もしますけど良いと思います。で、飲み物はこれを代表としてこちらのテイストですね。そういえばなんか今月からここのレシートに書いてあるんですけど、ミスドのネット注文が始まったみたいですね。で、自分も今回使おうかなと思ったんですけど、自分が買ってるお店って自転車だと休みの日だったらもう開店時間に来られるんですよね。で、開店直後に受け取れないのはちょっとネックになるかなと思って、今回は店頭に直接来ています。また機会があれば使ってみたいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演、お楽しみいただけましたか？もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。